皆さんこんにちは、ギターショップ2ステップでございます。本日はめちゃくちゃ面白いギターアンプを紹介したいと思います。本日ご紹介するアンプはこちら、オレンジジムルートテラーヘッドでございます。これ、まあ、見たら分かりますけど、まあ、ちっちゃいでしょ。ちっちゃいけどこれね、文明の利器はもうどんどん進んでいて、なかなかの高性能なんですよ。いつもあの2ステップ動画、マーシャルだったりツインリバーブだったりブルーノとかでこう音出ししてるんですけども、本日はこのオレンジで音出しというかアンプ紹介をしていきたいなと思います。で、皆さんこうオレンジって結構やっぱりこうスリップノットだったりとかこうメタルなイメージがあると思うんですけど、まあやっぱりその通りで、これもかなり歪んだ音がよく出ます。ただ非常にですね、こうでかいヘッドじゃないので持ち運びにも優れてるのと、お値段も非常にお手頃なので、ぜひ本日も最後までスペック紹介とサウンドレビュー聞いていただきたいなと思います。で、簡単な特徴としてはですね、こう 10W とか 7W であの切り替えもできるので、まあ、ご自宅でもですね、普通の卓上アンプよりかは当然大きい音出るんですけども、わりかし大きい一軒家とかだったら、まあ家でも弾けなくはないかなと。で、ちゃんとそれっぽい音が出るんで、まあ、ヘッドキャビネットタイプの音がちゃんと出ます。本当にすごいよくできているアンプだと思います。で、 15W の方に切り替えればスタジオでもライブハウスでも使えますので、まあ、PA さんと相談しながらあの音作っていただければライブでも全然使えるかなという感じですね。で、やっぱり特徴としてはオレンジ、こう独特なデザインですよね。まあ、可愛いじゃないですかこれね。可愛いやつなんですよ、こう見た目は。可愛いやつなのにちゃんと歪んだ音が出るっていうね、なかなか憎いやつでございます。なのでこちら手頃で非常に面白いオレンジジムルートテラーヘッドアンプ、本日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。では早速スペック紹介をしながらの音出しやっていきたいと思います。藤村君、行きましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ギターはメタルっぽいやつですね。 ESP って書いてあります、はい、メタルですね。 ESP カスタムでいきましょう。じゃあ全部とりあえずフラットの位置、なんか意外とメタルじゃないって思わなかったですか。いや、フラットにするとそうですね。そうですね、まあ、うん、バーシャルっぽい感じですね、うん、はい、ミドル上げてみましょうか。カットしていきますね。あ、はい、これトレブルですね、はい、これを上げていきましょう。上げてくるとオレンジっぽいですね、うん、ジューシーです。ジューシーですジューシーでございます。うまいうまい。じゃあこの低音ですね。キックバックを感じますね、うん、はい、音がぶつかってくる感じしま す、ね、結構きますね。じゃあゲインを上げていきましょうか、はい、どのぐらい歪むんでしょうかね。結構歪みますね、うん、ノイズはまあ少ない方と思いますね。85% ぐらいのゲインにしてみましょう、はいはい、やってみましょう。やってみましょう。ここが面白い、このアンプの面白いところ。ちょっと分かりにくいかもしれない。うん、7W の方が音が少しまろやかというか、まとまった感じしましたね。うん、もう一回十分してみます。はい、これあの急にやると、うん、あの電圧急に変わるんで、うん、アンプにはよろしくないと思います。少し下がるのは当たり前なんですけど、音色も少し変わりますね。
そのままその感じでスタジオで15ワットギターの生音ぐらいにはなるんじゃないですかね、うん、かなり絞ってそうですね、すごいな、はい、結構音でかいですし、ね、15だとこの感じがちっちゃい音に変わっていくっていうそうですね、うん、別のギターでも弾いてみましょうか、やってみましょうか、はい、じゃあいわゆる2ステップ的な今度はギターでオレンジに出してみましょうか、かうっちゃうかもしれないですね、あの、うん、マイクがランダムピックアップ70円ですから、うん、感度がちょっといいですよね、そうですね、うん、おおよきよなんかズキュンって言ってますね、よきよやはり74年良いな歪みには最高ですね、うん、めっちゃいい、結構何でもいけますね、買いますね、これはこれちなみに藤丸くんおいくら万円でございましょう、お値段消費税込み4万5000円でございます、マジですか、よろしくお願いします、出ました、2ステップ価格とは思えない大特価早い者勝ちでございます、ぜひ気になった方はお問い合わせよろしくお願いいたします、はい、本日も2ステップ動画最後までご視聴いただきありがとうございま す、いかがだったでしょうか、本日ご紹介したジムルートテラーヘッドアンプいかがだったでしょうか、長い長いですね、ジムルートモデルですね、ジムルートモデルですね、はい、非常に使い勝手のいいアンプでした、しかもお値段がなんと藤村さん4万5000円でございます、専用の綺麗なケースもついて4万5000円、もうこれでスタジオにも持っていける、ライブにも持っていける、最高でございます、まあちょっと2ステップ動画見られてる方は結構ベテランの方が多いと思うので、ぜひあのせがれにでもですね、ちょっとお前これでまあ自分の音作ってスタジオとライブでちょっとやってみようって言って、たまにメタル面白いですねたまにメタル面白いもちろんなのでね、ちょっとメタルファミリーになっていただいてですね、あのぜひあのメタルフォーゼ家族でしていただきたいなと思うんですけども、あの素敵なギターでございました、ぜひあの気になった方はお問い合わせの方をお待ちしております、1台限りなのでもう早い者勝ちという形にさせていただきますので、よろしくお願いいたします、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう、本日もご視聴ありがとうございました。